あっぱれ、やってまーす。こんばんは、極楽とも加藤浩二です。極楽とも山本圭一です。スピードの野坂ゼロです。 ABCG 河合文人です。池田優子です。さあ今週はですね、大谷さんがライブのためお休みということなんで、この方に来ていただきました。自己紹介お願いします。ノットイコールミーの富田奈々香です。よろしくお願いします。ノットイコールミーですよ、はい、これは大谷さんの所属しているイコールラブの妹分ということでよろしいですか。はい、そうです。あ、妹分なんですね。大谷さんとは付き合いはあったりするんですか。あ、今日あの LINE をいただいて、皆さんすごく優しいから楽しんできてねって、優しい、嘘つけ、嘘つけ、そんなこと言う、そんなことないじゃないでしょ。いただいて、ざっくりざっくりなんか、今日よろしくねぐらいの感じだったんですが、なんて書いてました。あ、なんですか、そのメールには。本当のことを聞かせて。本当に今日はありがとうねっていうことと、すごく楽しんでおいでねって。お姉さんだね、大谷もね。大谷さんそういうんだったらね、お姉さんですけど、すごいお姉さんだね。そんなでも本音でメール打たない、 LINE 打たないような人はもうレギュラー来週から変わりましょうね。もう富田さんですよ。本音じゃないんですか。そんな、本当はそんなこと打つタイプの子じゃないでしょ。ごめん、俺もなんか変な大風呂敷広げ出してどうしていいか、なんか変なスイッチ入っちゃった。もう僕らが知らないうちにもう本当にお姉さんになってきてるんですよ。姉さん、ね、もう姉貴でしょ、もう大谷さんは。すごい優しくて、すごいお綺麗で優しいので、なんか怪しいじゃん。なんか怪しい。全然不安めの付き合いしてない。すごい緊張しちゃっていつも、お話しするとき、大谷さんに会うと、緊張する存在なんだ。大先輩、知ってる、みんなのこと知ってる。小沢、あ、知ってます。知ってる、はい、よろしく。あ、よろしく。コンビ名知ってる。コンビ名、わかります。何ですか。わかるんですけど、今すごい緊張して真っ白になっちゃいました。いや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 、やったやったやった。やったやった。入ってますよね。スピードワゴン。はい。相方。スピードワゴンの相方。言ったばっかりですからね。相方の名前知ってる。相方の名前は。あ、ごめんなさい。じゃあ、その子がやってるギャグとかわかる？確かに。なんか食べ物わかる？いくつ富田さん。わかんないかもしれない。富田さんいくつよ？私23です。23だって。2000年生まれ。ショック。ハンバーグとか聞いたことない？あ、だ違う人だ。ハンバーグだ。ハンバーグ食じゃないんですからね。井戸田さんとハンバーグ師は違う人だ。今のさ、ハンバーグですかってコロッケさんに聞いてる感じの食、なんか食べ物を聞いてる感じの姿だから。ハンバーグ師匠と俺コンビやってんの。なんだこの恥ずかしい食。僕のこと知ってます？知ってます。知ってます？はい。コンビ。僕の相方知ってます？誰か。はい。誰ですか？名前は？山本さん。チラッと下見た。台本チラッと見て名前を確認したんだけど、山本さんのこと知ってます？知ってます。テレビで、何のテレビで？過去に実家にいた時に。過去に実家にいた時九州です。あ、じゃあ実家にいた時何見たんですか、山本さんは。何だったかな。何ですか。めちゃイケの時でも、まあちっちゃいか。めちゃイケなんか知らないし。知らないですよ、めちゃイケ。あ、でも知ってるか。ギリわかる。めちゃイケ、めちゃイケ。めちゃイケって何の略？お香の灰です。怖い。そういう時代よ。怖い。時代はもう変わってますよ。そりゃそうだよね。23歳だとそうなのか。うん。私、すごいアホなので、すぐ忘れ、アホっぽい。アホ。アホなんだ。アホより上。で、山本さんはだから、テレビでうっすら見た記憶があるみたいな。あるね。歴史上の。鹿児島の方なんですね、だから。鹿児島です。鹿児島方面で見たことがあるということかもしれないですね。ああ、そっち側で。そうですね、だから、九州方面見たのか。鹿児島のあの餃子うめえな。美味しいですよね。ひぼうげ。あ、ひぼうげ？違ったっぽい。ひぼうげは、え？私も知らない、そのひぼうげという。鹿児島餃子屋さんなんですか。鹿児島だね。ああ、そうだよね。鹿児島の南九州市だよね。
南九州市なんかあるんですか。そんなのあるんですか。あ、あんだよ。ある。いや俺もそれ調べたんだよ。ああ、何これ、そんなのあるのみたいな。北九州市あって南九州市あんのみたいな。だから富田さんきっと早いうち、若いうちに上京したんだよね。だから知らないんじゃない。あってるよね。ほら、あってるじゃん。恥かかせやがって。あの子供の頃にもう上京してるから鹿児島のこと知らない可能性あるもんね。いくつで上京したの。あの高校卒業して。結構下がらない。まんまいた。10区の手前までいた。何の餃子が美味しいと思ったの。あの鹿児島お家の近くにすごい美味しい餃子知らないし。なんで俺としてそこかなって思ったんだよね。南九州市は知ってるんですよね。てこそ、あ、いや鹿児島の、ああ、じゃあそこにあるんですけどね。そこにあるのに、まあ、話は変えてね、戻しますけど、ね。河合くんのこと知ってますか。知ってます。あ、よかった。グループ名も、はい、うん、あの私、うん、去年、あ、今年か、うん、カウントダウン TV さん の、うん、あの年末の、うん、年越しの後、ライブの時に、うんうん、あの自動販売機の横で見かけました。自動販売機TBS TBS TBS TBS自動販売機の横に普段ね、あれあのジュースの入れ替えの仕事してるもん。バイトしてないバイトしてないココカコーラのジャンパー着てるから年始早々そう。え、何してたんですか。立ってたってこと。あ、立ってこうやって飲んでたので、あのお邪魔しないようにさーって。あ、挨拶しなかったの。あの、していいのかなと思って。全然してください。じゃあバイトしてるとこに、うん、挨拶されても困るから、仕事中バイトしながらその後歌ってますからね。え、じゃあ ABCG っていうのは知ってるのね。知ってます。ありがとうございます。じゃあ河合くん以外のメンバーもちろん知ってるよね。あと4人いますけど、ね、はい、3人いいじゃない。あ、まあそうですね、3人3人いる。あ、すいません、河合さん何ですか。はっきり喋ってください。お一人でした。河合さん、お一人のグループだと思ってた。一人で ABCG でやってると思ったの。ABCG 河合だと思ってた。管理の竹山システムね。管理の竹山システム。僕今一人でグループやってるんですか。一人になったら本当に一人になるしね。管理の竹山システム。 ABCG 河合だと思ってたの。 ABCG 河合だと思ってたの。知ってはいたんですけど、あのお名前、すげえ英会話スクールみたいな。 ABCGかっこいい。なんか結構頑張ってくれる英会話スクール。知っててくれてありがとうございます。いやー、かわいい塾もかかってる。そういうことなんだよ、23歳。いや、多分私が無知なだけ。いやそれが23歳だと思う。聞いてみたいことあるからいっぱい聞いていいですか。いいよ。例えば、うん、我々の世代はやっぱダウンタウンさんなのよ、はい、お笑いは。うん、でもうめちゃイケでもないんでしょ。全然違うし。一番最初にお笑いすごいと思ったの誰。あの人面白い。この23の世代で誰だろう。俺たちとかになるのかな。単純に高校時代とかでいいよ、うん、誰だろう。あのニャンコスターさん。ああ、ニャンコスターさん。北海道さん、あのね、このリアクションラジオっていうのが悔しい。いい顔したね今。マジいい顔したよね。俺今言葉出なかった。っていう顔した。そっか、ニャンコスターが高校生ぐらいの時とか中学生。ニャンコスターが富田さんのスターであるってことで、ニャンコスターが。ニャンコスターさんが出てた頃って誰ですか。その辺。キングオブコントでかまいたちが優勝した年。あ、その年か。2位がニャンコスターだから。あ、はい、そうか、はい、あ、そうだそうだそうです。何が好きなの富田さんは。私は最近 TikTok 見てますね。映画とかさ、スポーツとか趣味は何かないの。あ、趣味だと、うん、あ最近、あ、お、プロフィールに、うん、なんだろう、あの、え、なんだ、パワースポット情報集めとか書いてるよ。パワースポット情報 DIY やるんじゃなくて DIY 動画を見るんだ。あ、こういうお家にしたいなみたいなの見て、ね、うん、そのまま終わる。あの早送りとかになってるんだよね、組み立てる、やるしないんだ、うん、やるとこまでいけたらいいんですけど。パワースポットの情報集めるの好きなんだ。だったんですけど、ちょっと最近はうちの池田姉さん詳しいですよ。パワースポットですか。うん、詳しいよね。パワースポット好きですね。バイト好きですよ。お、なんかでもパワースポットいろいろ知りたくて調べてはいたんですけど、はい、うん、ちょっと前にメンバーのカニさん萌子ちゃんと2人で、うん、栃木にプチ旅行をしに行ったんですけど、うん、いいな。その時に神社に行って、うん、なんか七福神なのか、なんか、うん、その神様のところに回っていくと、うん、なんかすごいパワーもらえる、運気がもらえるっていうのを知って、やってみようって言って、まず入り口にあっ
った一つ目のお守り、お守りじゃない神様のとこにご挨拶したら、うん、後ろにウサギがいたんですよ、うん、本物の偽物です。偽物って何、はい、で石のウサギが2体いて、うん、1つがすごいなんかかわいそうな元気がないウサギがいて、うん、石でしょ、石です、うん、で元気がなさそうに、ちょっと汚れてたのかな、ちょっと汚れてました、うんうん、でなんだろうって読んでたら上からものすごい木の幹が落ちてきて、うん、それからちょっと私は行かない方がいいかもしれないと思って、 あんまいいことがないから、そのお参りしてる時に、はい、そんな木の実落ちてきたら、なんか結構あの、うん、本当に太い幹が落ちてきて、相性もありますからね、枝でしょ、いやなんか手首ぐらいの、いや太めの枝でしょ、太めの枝、はい、幹って倒れるぞ、あの世界なんだよ、でもそれ死ぬからね、あのボンって落ちてきたので私死ぬかと思いました、うん、当たんなかったんでしょ、あでも横に落ちてきました。でも当たんなかったでしょ。でもそれ当たりませんでした。厳しいんですよ。神様が助けてくれたんです、うん。あ、かもしれない。それお参りしてなかったら、もっと大事故になってます。刺さってたよね。そう、刺さってた。ぶつかるではなく。じゃあ、あの趣味のとこからパワースポット情報集め消してください、ね。消すんだよな。消してください。DIY の動画は見てますか。ちょっと待って。加藤面接が入らない。加藤面接が始まる。もう富田さんでもやっちゃいますよ。やってみましょう。はい、DIY は見てますか動画。見てます。見てます。あ、いいですよ。体幹トレーニングはやってます。やってます。やってる。はい。一日どのぐらいやってます。一日あの、ま、毎日寝る前に、うん、あのやってます、ね。何分ぐらい。10分ぐらい。10分ぐらい。はい、おまあまあじゃあ残しましょう。柔軟ストレッチ。もうやってます。やってます。踊るもんね。はい、やってますね。折り紙で小さな鶴を作ること。これやってますか。まあ求められたらやってます。やってます、はい、求められたら、はい、じゃあどれぐらい小さい、そうか、そうですね、でも小ささがどれぐらい小さいって書いてますから、うん、どれぐらいの小さいミリ単位、これぐらい、あ結構ちっちゃいね、うんとあどれ、そうね、2センチ四方だな、だと口で言ってくれると嬉しいかな、どれぐらいだろうね、これ2センチ四方ぐらいでしょ、ちっちゃいね、はい、それでつる折れるの、折れます、これは残しましょう、うん、残しましょう、うん、残しましょう、で後ろ二重跳び、これどうですか、後ろ二重跳びもできます、うん、後ろで、はい、やっぱニャンコスター世代だから、あ、縄跳び、縄跳びね、ただ加藤さん一個忘れてるんですよ、なんですか、趣味の一番上、うん、見た夢を調べる、あれ、あ、あるんですよ、どう、俺やってた人、ね、調べてますね、うん、何ですか、見た夢を調べるのは最近やってますか、やってます、それこそどんな夢見たの、この間、うん、おじいちゃん家にいて、夢でね、はい、夢の中で、うん、で知らないちょっと危ない感じの柄の悪い3人が押しかけてきて、うんうん、おじいちゃんの家に、はい、あなたはおじいちゃん家に泊まってた、いや多分私の家になってました、私の家におじいちゃんが来ていた、おじいちゃんはいなかったんですけど私が多分のもらっちゃったのかな、あ自分がおじいちゃんになってるってこと、あ、うん、年齢はそのままだったんですけど、まあ夢ってどんどん変わってくからね、まあまあ確かに、うん、私のおじいちゃん家着いたと思ったらそこは自分の家で、そこに3人の柄の悪いのがやってきた、やってきて、おじいちゃんいないの、おじいちゃんいなかったです、うん、で おじいちゃん何なんだおじいちゃん全然関係ないおじいちゃんの家っていう、家っていうのが出てきたんですよね、ただおじいちゃんの家にいて、うん、おじいちゃんの家でのいたんだ、家に住んでるって鹿児島ですか、鹿児島ですね、はいはいはい、で床に赤ちゃんが落ちてて、もう怖い怖いな、でお母さんがその人たちに絡まれてて、まあ、これはちょっと私命の危険にさらされてると思って床に落ちてた赤ちゃんを拾ってフェンスに突っ切ってこうやって逃げた、フェンスに、フェンスがあったんですけどそこを乗り越えて、あ、フェンス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 、あ、ごめんなさい、なまってますね、フェンスに乗り越えてすごい走って逃げるっていう、赤ちゃん持ったまんま、はい、以上ですか、以上です、でそれを調べてどうでしたか、調べたんですけど、あまりよくわからなかった、待ってくれよ、調べていいな、調べたら、調べたら、すごいストレス、3人のあの柄の悪いのは何を暗示してたの、それがわかんなくて、ただ逃げてる、逃げる夢ってことね、すごいストレスに逃げてんのストレスを抱えてると、抱えているっていう、今その3人の柄の悪い男に絡まれるっていうのは極楽さんと俺のこと、うん、今日初めてだった、今日の夜見る可能性あるから、あれそれが2日前ぐらいに見た夢です、予知夢でした、あれ逃げてんのはダメなんだけど、殺されるのはいいんだよね、なんか
死ぬ夢はいい夢って言いますね。ただ逃げ切っちゃったのでなんかそこで意味が変わるみたいな。赤ちゃんが気になりますね。赤ちゃんは何を暗示してるんだろう。夢が暗示なんかしてるわけねえだろ。してるんですよ。するわけで何の暗示すんだよ。深層心理で友達が夢で、うん、白蛇がいっぱい出てきて、で白蛇にわーって囲まれたみたいな、うん、でもう絶対白蛇だからいいものにこうなんか、うん、取り憑かれたんだ俺は、うん、調べたら、うん、あの性欲の現れって書いてある。まあしょうがないな。はい、気盛んの時期だもんね。そうそうなんだ。しょうがないな。池田さんのことは知ってますか？知ってるわけねえだろうが。でもあの、うん、ラジオでいつもミリナさんとやられているのを知っていました。一緒にやってます。はい。何の仕事してるか知ってますか？知ってるわけねえだろ。小説家ですよ。小説家。ごめんなさい。そうよ。ねえ。ぽいでしょ。うん、一応。直木賞作家ですよ、はい。タイトル言ってあげなさい、池田さん。明日の昼。明日の昼。アスケル君が起きたことを知らない。ちょっとでも前だっけ、あのもう 2,3 年経ちます。 2,3 年経つか、はい、うん、知らないんだ。読みます、うん、読んで、あのアマゾンで明日の昼買って、はい、読んでくださいね。今日買います、うん、今日買ってください、はい、明日届きますから、はい、ってください。明日の昼届く。明日の昼に昼ちょうど昼ぐらいに、お願いしますよ。みんなメンバーのこと分かりましたね。分かりましたね。じゃあ、はい、じゃあ、トミさんよろしくお願いします。お願いします。それでは行きましょう。はい、それでは聞いてください。ABCG で稲妻ヴィーナス。極楽とんぼ加藤浩二です。MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってまーす。それではメール紹介しましょう。まずはラジオネームアイロン。土曜日の皆さんこんにちは。こんばんはだね。こんにちは。こんにちは。昼会ったんですかね。こんにちは。でもは20時12分に届いておりますね。あ、まあ一日よりこんにちはっていうタイプなんです。うん、先日、うん、ハンバーガーを持ち帰りで帰った際、うん、ハンバーガーをお皿に出して箸で食べましたが、謎の罪悪感に襲われ、なんだか逆にマナー違反のような気がしました。皆さんはハンバーガーやポテチ、サンドイッチなどおそらく手で食べることを推薦されている食べ物を箸で食べることには賛成ですか、反対ですかと。マジで言ってどんな感情もない。真面目に考えていきましょう。いやでもハンバーガー箸は嫌ですね。難しくない？どうやって？超難しいよ。切るんじゃない？切る、うん、ナイフとフォークなら分かんない。ああ、まずね、うんうん、それから上から一枚ずつ、上のバンズを一口食べてハンバーグ一枚食べて一口食べて、手と箸っていうのはあるかもね。バンズを手でかじって、ね、箸でちょっとそれ以外をバーグを切って食うみたいな。箸は嫌ですね。あの誕生日のプレゼントで、はい、ジョジョ園の焼肉ライスバーガーのチンするやつを、はいはい、チンするやつ、焼き飯のやつな、はい、うん、ちょっとあれはでも俺箸で食ってますよ。あれはチンほぐして、あれ米だからな、なんで箸 OK じゃないですか。ああ、なるほどね。崩れる可能性あるじゃない、はい、うん、あれめちゃめちゃうまくないですか。あれめちゃくちゃうまい、めちゃうまいですよね。びっくりしたもん。あれめっちゃうまい、ね、ハンバーガー俺ちょっと箸で食ってみようかな今度一回。バラしてね。いや、バラさないでまず挑戦してみるわ。無理だって。挟んでます。握力めちゃくちゃ、握力めちゃくちゃいりますよ。刺す。ピックのように、まあ、箸もそれ以外ないかもね。ただハンバーガーってさ、なんかピックみたいに刺さってもね、刺さっても倒れないように、倒れないように、はい、でそれみたいに箸を刺して、はい、でそのまま掴んで持ち上げて食ってみようかな。もうチュロスみたいに食べると思う。お店ではまずできないから。テイクアウトして、やってみる価値あるかもな。確かにチャレンジしてないから、ね、もしかしたらめちゃくちゃ食べやすいかもしれない。そうだね。やってないだけでもしかしたら、確かにね。すぐ刺してやってみようかな。トミーさん、フォークではあるけどね。ありますよね。フォークはまあザグッとね。これだからその洋のものに和のもので食べるのとかすっごい嫌なんですよ。和の例えば、うん、親子丼あるじゃない、うん、はい、うん、カレースプーンで食える。僕は箸、俺全然大丈夫だ。僕箸じゃないと嫌です。俺絶対食えない。俺もなんでですか。親子丼カレースプーンでなんか絶対食えないよ。なんか結構今それで出てくるとこ多いですよね。多い、うん、多いですよね。でも 俺もあれ嫌です、うん、せめてレンゲ。あ、まあそうですね。あのシルバー、あの
銀のスプーンでもいいですよね。そう、うん、いやこれでも俺もそう思ってたの、そういうのって、うん、だけど一旦あの銀のスプーンで食べてみたら、はい、親子丼、親子丼とか、うん、これめちゃめちゃ便利だなって思う。食べやすいと思う。食べやすいですよ。それそうだよね、食べやすいの。いやもう頭の中で、うん、あの銀のスプーンで食べた時はもう頭がカレーでしょ、うん、まあ頭はカレーだけど、頭がカレーの状態で親子丼食って美味しいかね。頭はカレーで止まってるからよ、あなたは。え、ほうほう、頭はカレーだと思わずにこの銀のスプーンの用途は一体何なんだって、逆に便利さを、うん、利便性だけを考えたら、銀のスプーンの可能性を潰してるってことだもんね。そうよ。あれで銀のスプーンを見た瞬間に何思い出しますか、うん、食い物。カレー。だけどそれはその後変わってくるよ。だから卵かけ納豆ご飯とかでも食べやすくなるのよ。銀のスプーン頼む。銀のスプーンでやった。いやいや本当やってごらんなさい。卵かけ。それ何、プレートみたいなお皿みたいに乗せんの。いやもう茶碗でもいいし。茶碗で納豆ないよね。やだ。これやりだしたらもう止まらないから。レンゲにしろ。せめてレンゲにしてくれ。絶対やる。いやだ、箸がいい。せめてレンゲにしてくれ。ギリギリレンゲ。富田さん、でもこのラジオ、はい、ずっとこういう話だよ、ね。入るなら今だよ。富田さんどっち？私あの、お箸うまく使えない時は、親子丼スプーンでいける？もう割とスプーンの方が食べやすい。あんまりあの物を考えなかった。あのレンゲでも銀のスプーンでも食べやすいから味変わらない、うん、そうなんだよな、違う、変わるんだ、カレーの味してくんだよ、うん、しないしないしない、それは脳にが持ってかれてるわ、持ってかれてる持ってかれてないんだもんね。もう美味しい、うん、カツ丼銀のスプーンでいけます、絶対やる、カツ丼は、カツ丼はいけない、カツがあるんだもん、箸で、うん、そうだよね、カツが、なんでじゃあカツ丼も銀のスプーンで言ってくださいよ、親子丼に行く、カツがあるんだから、うん、カツは銀のスプーンではこう、ちょっと待って、そうなるとカツカレーだって別にカツあるけど銀のスプーンで言ってますよ、うん、負けないで、銀のスプーンもっと応援したい、ね、確かに、そうでしょ、確かにだ、そうでしょ、確かにカツカレーのカツ、うん、なんて銀のスプーンで切るじゃん、そうですね、確かに、うんうん、まあ乗っけてね、乗っけて上目でガガッといって、カツ丼はなんでいけないの、銀のスプーンで、そこ俺まだ超えてなかったわ。だけどね、じゃあレンゲって言うけど、はい、レンゲ意外と食べづらくないですか、レンゲ米類、米類ガッて時に入れた時に残るでしょ、チャーハン銀のスプーンでいきます、全然いける、いける、いやいや、チャーハンいけるでしょう、いやそれ絶対です、いやです、 100% レンゲで、はい、チャーハンいけますよ、チャーハンはいけます、チャーハンむしろいけますよ、それチャーハンじゃない、うん、もうピラフじゃないですか、それはピラフだったら銀のスプーンいきますよ。オムライスだったら銀のスプーンいきますよ。呼び名でチャーハンはレンゲですよ。チャーハンとピラフちょっと呼び名がちょっとのれんが違う感じ。洋風になったら銀のスプーンいいんですけど、うん、チャーハンはやっぱそのダメ、焼き飯とかはレンゲがいい。まあレンゲ、まあまあまあ、100%レンゲ、まあまあ、でも世界的に考えたら、うん、箸よりスプーンの方が多いでしょ。まあね、だからまだあなたたちは狭い。いやでもだからこそ和食は基本箸で行きたくないですか。で卵かけご飯も絶対俺箸なんですよ。俺も箸。早い。早いな。おいしい。いや卵かけご飯もでも本当に銀のスプーンでやってもらう。いや。せめてせめて木のスプーンにしてくれ。ああ木ならいいですね。はい。スプーンだったらいいじゃねえか。カフェとかのねおしゃれなカフェのスプーンね。木のスプーンだったらまだオッケー。銀がダメなの？銀はやっぱりピラフ。うん、オムライス、カレー、ケチャップライスは、チキンライス、チキンライス、チキンライスどうする、いやまあ銀でいけるでしょ、銀で全然いける、何でもいけるよ、ケチャップライスは銀銀ですかね、まあ銀か、はい、うん、バターの量によらない、まあそうですね、どれだけ和に近いかな、バターがどうだったらどうなるの、和に近ければ、和に近ければレンゲ、ケチャップかかってる時点で和から遠いよ。ケチャップライスでバターごっつり言ってたら、はい、銀のスプーンだな、ま、そうですね、パラパラご飯がだあれなんですか、ね、なんですか、パラパラしてるご飯が、うん、あのその銀の、あ違います、いいよ例えばね、そば屋行くでしょう、はい、カツ丼頼んで、うん、銀のスプーン出てくる蕎麦屋のことどう思います？
何の感情もない。盛りそばとカツ丼頼むとしますよ。そば屋で盛りそばとミニカツ丼、うん、セットでもいいですよ、うん、もちろん、うん、それ頼んで、うん、親子丼に銀のスプーンついてくる蕎麦屋どう思います？あると思いますよ。あるね。いいでしょ。何の感情も俺は信じないな、その蕎麦屋は。信じるって何？絶対あるんじゃない？この近年それが増えてきたんですよ。そう絶対昔ってスプーンなんかついてこなかったのに、ね、スプーンなんかって聞こえた、絶対ついてこなかったのに最近食べやすいって、それこそ山本さん言ったみたいに、うんうん、意外と食べやすいっていう支持率が出てきてしまったから、うん、じゃあさ、これもうちょっと突っ込んだ話になるけど、はい、いい俺寿司屋でお箸使う人嫌だもん、はいはい、あ、うん、俺も使わないね。寿司屋は僕の手ですね。どうした、うん、使ってました。別に俺怒ってるわけじゃない。怒ってはいないのよ。そんな申し訳ないでしょ。刺身手でいかないでしょ。刺身とかのつまみはもちろん、あのね、俺刺身つまみ手でいないから俺もラッコだよな。別の国からどうしてるの。ラッコでしょ。あの刺身さんも出てきて、ガリも、それはお箸だけど、お寿司はやっぱ手で行きたいけど、お箸で行く人多いでしょ。ああ、でも要はそういうことを言ってるんですよね。違う、また違う。いや、ちょっと用途和の世界なんだよ、ね、これ。用途和の世界。たまにビジネスホテルの朝のあのモーニングバイキングみたいな、ここまで種類もない、うんうん、で、あのお椀なのに、うんうん、味噌汁とコーンスープお好きな方どうぞって、うんはいはいはい、これにコーンスープ入れるやつどういう神経してんだろうと思うんですよ。入れるけど、ない入れるけど、いやいやいや、いやだからさっきの寿司の話で言ったら、うん、あのお箸と素手ってでしょ、うん、お箸と素手とトング、うん、トングでちょっと待って、置いてないのよ。まずトングで俺チャレンジしてみるよ。じゃあトングで寿司食ってるようなもん。そうです、ね、銀のスプーンを親子丼食べてるっていうのは分かりやすい。それだったら考えられるよ。トングは何で負けるのよ。そんなわけないじゃん。だって置いてねえんだもん。お寿司屋にトングの方が確実に食べやすい。食べやすい。いや銀という意味だよ。トングは色の銀が銀のスプーンを食べるやつあれいないんだから。氷とか掴むぐらい。あれ氷を掴むトングで寿司食べてるのと俺は一緒だよね。一緒です親子丼を銀のスプーンで食べるっていうのは、あなたたちが熱量ありすぎて富田さんがそういうことだったんだって顔してるの。違う、そういうことじゃねえから。納得するよね。あ、納得してしまった。なんでだよ。トングないでしょ寿司屋に。トングで寿司食べてるやつなんかいないんだから。だから焼きそば、はい、銀のフォークで食べれます。出されたら食べる。それも俺無理だわ。出されたら別にいいかってなりますよね。うん、だってね、まあなんかこうプレートの中にあるこうじゃあハンバーグがあって横にちょっと焼きそばっぽいものが。鉄板ですよ、鉄板。鉄板？鉄板です。鉄板焼きそば。鉄板、あ、鉄板焼きそば。はい。でもだからその鉄板の中にこうデミグラのあのハンバーグがあって横になんか付け合わせの焼きそばみたいな。だからそれ洋風のワンプレートでしょ、それ。そう、ワンプレート。ワンプレートとかそういうじゃん。もうただ焼きそば。ただの焼きそば。鉄板焼き屋さんで絶対食べないですもんね、フォークで。食べない。うん、それは何でかというと、はい、フォークが熱を持って食えないからだよ。鉄板焼きだとね。箸だからだよ。うん。焼きそばは箸で食うもんだからだよ。うん。うん、あ、まあまあ、でもね。じゃあ焼きそば箸で食うでしょ。焼きそば箸で食べます。じゃあね、うん、ナポリタン、昔ながらの喫茶店みたいなところで、はい、まあナポリタンを頼んだじゃん、はい、頼むとしますよね、うん、その時って必ずフォークでいきますか、箸でいきませんか。フォークでいきます。フォークで、うん、それはフォークですね。嘘だろ。行くでしょ。どっちか選ぶってなった時に、うん、箸選ぶんですか。俺箸選ぶ。それは富田さんは。私フォークでした。フォークですね。じゃあその焼きそばは、じゃあ焼きそばの場合は、焼きそばはお箸、うん、いやでもお箸を出されたらそれお箸よ。お箸だけど、でもどっちもあったら、もう何も言わずフォーク出されたら別にフォークでも食べますよね。うん、食べますね、はい、そうよ、そう、ね、食べるのかもしれないけど、はい、俺その店は信用しない。信じないって何なの。信じるってまずじゃあ世の中に流されてますよ。世の中に流されてる。今後も通うって意味、信じるっていうのは、うん、いや焼きそばで銀のスプーンは出しちゃいかんって。そうでしょ。最終的に今焼きそばで銀のスプーンになってたよ。焼きうどんで銀のスプーンは、だからスプーンでまずうどん食わないじゃん。銀のフォークは、あ、箸行きたいですね。箸がいいですね。ほら
おかしくない？いやだ大げさな話、うん、カレー屋さんココイチ行って、うん、箸が出てきたら、うん、箸しか出てこなかったら、うん、それこれじゃ食べれないよってなるじゃないですか。なりますよ。だってルーがあるから、その逆ですよね。だから逆逆違うよ。違います。全く違います。だって池田さんどうぞ。箸でカレーは物理的に不可能じゃないですか。救えないから。救えないんだから。食いますよ。はい。すげえ無理です。いけると思う。無理ですよ。めちゃくちゃお行儀が悪い状態になりますけど。口つけるぞ。親子丼スプーンはむしろ食べやすくなってるんですよ。そう。食べにくくはなってないんですよ。ちょっとごめん。池田さんってこっち側だったんだ。俺ずっと敵だったのかな。こっち側だったんだ。食べにくくなってないんですよ。その論理で言ったら、はい、これね、カレーって平皿じゃない。はい。うん、平皿でしょ。これ。カツ丼親子丼は丼じゃないですか。丼、はい、って日本のもんなんですよ、はい、日本の器に銀のスプーンを合わせるってこんなマナー違反ありますよね。古いもう古いですここが。いやいやいや器が和の器で言ったら洋食器だったら全然いいですよ。平皿とかの洋皿だったら、うん、和の陶芸家が作った丼によく銀のスプーン合わせれるなって俺はそんなねテーブルマナーできてない作法のない人っていう僕は思ってしまいました。でも和の陶芸家が作った丼に銀職人の作ったスプーンが魂のこもった、ね、そう魂のもののぶつかり、ね、それだったら銀の食、職人スプーンに銀の職人に合う器にしましょう。なるほど。だって丼ってこう口をかっこんでもいいように作られてるから、ね、箸でカカカカカカってかっこめるように、うん、あの丼で、お茶漬けとかもあれ持てないじゃない箸で、はい、でもあれかっこむにサラ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 っていくようにできてるから、そういう器に箸を合わせてるのにそれをスプーンでいくってこれはもう角違いですよ。いやまあもう感情論が過ぎますって感情でしかない。もうそうそう、私たちは利便性のお話をしてるんですよ、うん、いや利便性だけを取ったら世の中って終わるぜ、うん、カレー丼まで出てきたらどうするの、うん、カレー丼カレー丼ぶり丼ぶりにじゃあ箸で行くのっていう話だよね。カレー丼あでもリアルにカレー丼でも俺箸カレー丼だったら箸がいいです。どう箸ですでもだって丼だもん。丼だけど絶対スプーンの方が食べやすい。食べやすいですよ。スプーンの方が何でも食べやすいさ。何でも。負けたね。もう負けた。一番の疑問でしたね。何でもってなるよね。何でもじゃないでしょ。でもあのなんかその綺麗に食べれちゃうじゃないですか。うん、でもそれ楽してるじゃないですか。うん、でも箸だと。うんご飯粒がついてるのを一個一個取ったり、はい、あそれはね進行でこう剥がしたりとかする作業っていうのは日本人はしていかないといけないと思うんですよ。俺絶対それ大事だと思う、うん、河合君の言う通り、うん、じゃあお茶碗のライス、うん、朝飯でいいですよ、うんね、旅館に泊まるとしますよね、はい、朝ごはん出てくるじゃないですか味噌汁、はいねはい、白いご飯、はい、卵海苔、はい、鮭、うん、出てくるとするじゃないですか、うんスプーンついてると思います。銀のスプーンついてると思います。利便性って先ほど言いましたよね。ご飯食べるのに利便性で言ったら、はい、ご飯をスプーンで食べた方が利便性はありますよ。うん、どう思います？お茶碗の鮭があるから。お茶碗の米をスプーンで食べてる二十歳以上の人を見たらどう思います？いやでも鮭はどうするのその場合。鮭はスプーンで食べるの結構大きめに取れる結構難しいよスプーンで鮭いやだから利便性って言ったら、うん、お茶碗のライスもスプーンが銀のスプーンの方が楽ですよ。でもお茶碗のご飯はそこまで取るのに苦労しないじゃないですか、うん、普通に、ね、お茶碗あの日本で生活してきた人間だったら普通に綺麗に食べれますよ、うんうんうん、ただ水気を含んだ丼物とかになると、うん、やっぱりもうちょっと取りづらいじゃないですか。いけうちのひろゆき。だったらそこはスプーンを使ってもいいんじゃないですか。はい、もう最低限のそこは私たちなんで。いくら丼もスプーンいるのよ最近。最後はお醤油でべちゃべちゃになったご飯は取りづらいですよ、うんうん。スプーン使ってもいいんじゃないですか。いやいるのよ最近。ウニ丼とかでもあの銀のスプーンもちろん。木のスプーンがついてたりします。俺ダメだなと思うもん。ダメと思うよ。で食べやすさと美しさというか文化に対する。思いどっちを優先するかって話なのかもしれないよね、うん、これはその通りだと思います。そうですね。でももう我々食べやすさ、うん、僕はだからそこまで食に興味がないから食べやすい方がいいよねってなっちゃう、ま、結局食べやすい方取っちゃうかも、いくら丼でいくら丼あの銀のスプーンで食べたら、うん
歯にあの銀の当たってる感じが、うん、いくらの、ね、あの繊細な味をまずくしますよ、うん、はい、銀の味がね、銀の味が あるある、たまにスプーンのね。だから香辛料を使ったカレーとかは銀で全然いいんですよ、なるほど、うん、気にならないんですよ。日本の和食のあの繊細な味は銀使っちゃうと銀の味がしてもう全く本来の味は出ませんよ。やっぱさすが加藤さん、インド行ってるからやっぱそれ説得力が違いますね。手で使ってどうやって箸を使ってどうやって一番どれが落ちたそれ最終的に手が一番食べやすいんだよ、うん、でもちょっと思ったの、うな重さすがにスプーン行きづらいなと一瞬思ったの。絶対嫌だ、うな重スプーン行きづらくない？うな重でもスプーン出してくれるお店ありますよね、木のスプーンみたいな。あ、そう、ありますあります。それはもううなぎ屋じゃないよ、うなぎ屋です。スプーン屋だよ、それは違う、それは違う、それは違う。あの四隅の部分とかに米が溜まってちゃうじゃないですか。でもスプーン取りづらくない、うん、途中まではお箸でいただいて、うん、最後の仕上げの時だけこうスプーンで綺麗にかき集めて、だって箸のが集めやすいじゃん、中箱だったら楽じゃないですか。箸のが楽、お重はスプーンもいいですよ。でも先端丸いから角いけないじゃん。いやそう、スプーンこれに関しては絶対箸の途中までお箸で、仕上げはスプーン私結構やりますよ。それで綺麗にしたいと、はい、ご飯残したくないので、スプーン、ちゃんとしたうなぎ屋さんはスプーンなんか出てこないんですよ。出てきて見たことないんですよ。だっていやちゃんとしたうなぎ屋さんは出てきてないんですよ。出てきてないんですよ。だ娘とかに言われたんでしょうね、うん、パパ多分こっちの方が食べやすいみたいな、うん、大将が、うん、こうやっぱり老舗のちゃんとしたうなぎ屋さんはもうそんなスプーンなんか出さないですよ。バカ野郎、スプーンなんかとりあえず帰れって言いますよ。今これインバウンドで海外の方もうなぎ食べによく来るんですよ。そういう時にすごく便利です。豪にいれば豪に従え、箸を使ってください。自分がショップスティック使ってください。ショップスティック使ってください。店主が言う、店主が言う、お願い事。思ったよりこのメール盛り上がりましたね。いや分かれるんだ。今はもう本当にスプーンよ。本当に。多い多い。スプーン多いね。これ、ね、でも牛丼屋さんも今スプーン出てくる、ね、いいじゃん。うん、全然分かんないですよ。俺も分かんない。本当分かんないよ、ね。この間親子丼今やってるとこあるじゃないですか。うん、でスプーンだけ出てきたんですよ。へえ。いいじゃん。でも反抗して目の前の箸で食べました。やっぱスプーンでって人多いんですか、ね。こういう議論してるのに、はい、河合くんと俺だけすっげー箸の持ち方汚かったんですよ。こんなこんな全然つかめない。変な方向に曲がって。こめつの広がり。こうやって。盛り上がりましたね。意外にね。意外に盛り上がりました。続いて、茨城県はコスモ星丸くん。あっぱれ土曜の皆さん、こんばんは。こんばんは。私の両親は飲食店を経営しており、私もそこで働いています。コロナも少し落ち着いた頃、友達の子供たちが所属するサッカーチームの予約が入り、料理の相談になると、子供たち30人分ドリンク1杯サービスしてほしいと言ってきました。なかなかだねそれ。それはあくまでもコロナ禍で少しでも集客をと思い始めたランチ限定のサービスであって、まさか宴会でととても驚きました。そうだな、それはな。皆さんは友達だけどそれはないよと思った経験はありませんかと。それでももうそういうのもうすごい嫌なこと言うけど、そういうことを頼る相手はもう友達じゃないよなって俺は思っちゃうけどね。友達にだけは金借りたくないとかさ、そう思っちゃうだけどな。確かに友達だからやってよ。困ってる時こそ助け合うのが友達っていう理屈はすごいわかるんだけど、自分は友達に困ってる時に困ってるって言いたくないもん、って思っちゃう。確かに急に熱い話しちゃうけど、富田さんごめんな。はい、飲食店ですもんね。飲食店ね、これ飲食店なんですよ。どっち使ってるかですよね、箸か。いやだからね、そこ信用できるせいかどうか。またそこに戻すの。確かね、スプーンで何を出してるかです。そうですね、ちょっと料理をですよ。そうだね、加藤さん目覚めさすんじゃないの。でも子供たちがこれ30人分ぐらい行くぐらいの飲食店なんだろうね、洋食っぽい。いいお店ですよね。ですかね。中華料理屋とかね、ラーメン屋とか。そうだね、あれどっかでね、やっぱり子供絡みって、
儲けなしでいいでしょ的な、うん、親がね、まあ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 、言うんですよね、まあまあまあ、いや子供だからいいでしょってお前が言うのよって俺すごい、それは言われた側の言うセリフですからね、うん、そう、はい、子供だからいいですよ、頼む側が言っちゃダメですよ、うん、だからそれはあの本当に正規の値段取っていいですからねって、うん、でみんなで割り勘にしましょうって言って、うん、でそれでお店側の人がジュース1本つけません皆さんに、それは全然気持ちいいだけ、うん、先に言われるっていうのは子供絡みはそれはもう儲けなしでいきましょうの暗黙の変な了解っていうのは、うんうん、でもそれでショートするわけでしょその人は、なるね、うん、マイナスでしょ、まあ、マイナスになっちゃうマイナス出たらやっぱ商売としてやっぱ大変よそれは、うんうん、そこはやっぱ考えてないっていうのがあるのかな、うんうん、ずるいですね、うん、トミさんどうですか、そうです急に、うん、どうですかね、やっぱり何もなしで、うん、そのそういうサービス的なのはちょっとずるいのかなって、うんうん、優しさとか関係なく、うん、そこは私もちょっと引っかかっちゃうなって思うので、うん、サービスしてもらうのが当たり前、あサービスするあっちがするのが当たり前っていうスタンスの人嫌だよね、で来られるとちょっとあのこれからの付き合い考えちゃうかもしれない、アイドルだとさ、はい、アイドルなんだから写真ぐらい撮ってよっていう人だっているでしょ、そう街歩いてて、ね、飲んでる、例えばご飯食べてるとか、うん、アイドルなんでしょ写真撮ってサインしてよとか言うのと一緒だよね、あれ確かに、それ握手とかも、うん、あのやっぱり握手会っていうイベントがね、イベントがあるので、うん、るそこのお金を出して限度があるよ、ね、来てくれる人がいる以上ね、考えると、うんうん、あんまり、あれはでもそういうことですよね、じゃあ逆にね、このサッカーチームで予約で入って子供たち30人いる、うん、でじゃあ1人、800円にしてくださいよと、うん、ね、30人分、うん、でなんか800円分のなんかランチにしてもらってジュース1本くらいつけていただけませんかって逆に交渉しに行ったら大丈夫ってこと、いやー、なんかこっちからはあんま言わない方がいいですよ、ね、うんうん、この予算内でお願いしますだけでいいじゃないですか、正規ですよやっぱり正規、正規、うん、なんかサービスの提案ってしちゃダメですよね、うん、このサービス幹事としてチームの幹事として、はい、いや、うん、知り合いの店皆さんあるでしょ、あります、うん、ありますね、知り合いの店行って、うん、3000円飲ませろよって言います、言わない、言わない、うん、それと同じことだよそれ、うん、そうね、知り合いの店行って今日3000円飲ませろよって、俺は後輩連れてくるからって、うん、1人3000円になって言います、言わない、ね、絶対言わないでしょ、言わない、でも言ってるような人はたくさんいると思う、でもいるんだよね、いない、いるいる、我々はこういう何美学だからやらないけど、うん、世間見たらいるでしょうね、うんうんうん、普通にお店でもそういう知り合いだから言えるみたいな人も多分いますよね、うん、いると思うんだよ、でそれでさ交渉して、で安くして、うん、ジュースもつけて銀のスプーンで食って、うん、銀のスプーン、話はもう終わってます、それだって知らないの、銀のスプーン、それは絶対良くないですね、もう子供全員銀のスプーン、カツ丼食ってたら、子供は食べやすいんだから、カレーだよ、もうそろそろカレーだよ、カレー、そんなカレー屋さんの話だったね、カレーだったらもういいじゃん、そんなことしても絶対その子だけサッカーうまくならないなんないね、銀のスプーン食ってたら銀のスプーン食ってたら簡単にご飯食べようとしてる、そう、ほんとそうだな、はい、じゃあ次行きましょう、続いてはラジオネームワンズハオ、あれどうしたの、まさか本人、まさか本人、ゆうこ愛してると来ました、ゆうこ愛してる、推しの人か、推しが私にメッセージを、かっこでゆうこ愛してると、それだけでもテンション上がってんじゃない、海外から池田さんが推してるアイドルの方、アイドル、中国の方、知ってます、はい、ワンズハオさん、知らないです、知らないですね、僕らも覚えて帰ってください、あっぱれ土曜の皆さんこんばんは、まあ、僕はサッカーが大好きなのですが、うん、聞いたことねえなつい最近60代の方と日本代表やプレミアリーグの話で盛り上がりました、この年代の方は日本ではどうしても野球が好きな方が多いので、サッカー特にヨーロッパサッカーに詳しいというのは粋でセンスが良くてかっこいいなと思いました、うん、土曜日メンバーの皆さんが感じるセンスがいい人、また将来的にこういう人になっていたいなど理想像などあれば聞かせてください、余談ですが極楽旅を見た時に加藤さんのネイビーやグレーベースの私服は個人的にはイタリアのイケオジ感があって好きになりました
そこ全然目指してないけどな。そういうね、まあ一応センスを感じたんです、ね、センスを感じるね、うん、センスを感じる人、将来的にこういう人いいなという。これ真面目な話ちょっとしていいですか。はい、いいよ、そういうのを聞きたいんだよ俺。いいですか。ふざけた話なんか俺したくないんだよ。ずっとしててよ、ジンのスプーン。真面目な話で、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 大事な話。センスがいいとかよく言葉言うじゃん。はい、うん、でもさ、俺がセンスがいいと思う人と例えばフミトがセンスがいいと思う人は違うわけじゃん、うん、はい、特にお笑いの世界なんてさ、うん、あの芸人センスいいねとかいう言葉すごいあるんだけど、はい、全員違うわけじゃん、うん、俺だからセンスがいいなんてことはなくて、あのセンスが自分のセンスに合うだと思う。おっしゃる通りだね。だからセンスがいいとかいう言葉普通に言ってるやつ、俺のセンスからするとめちゃくちゃセンスないと思っちゃう。あ、センスがいいなんて言葉ないですよね。自分のセンスに合うだと思う、うん、だって笑いのさ面白いがみんな違うのに、うん、はい、あの芸人センスいいよねとかあの芸人センスないよねって言ってるのを見るとマジ意味わかんないって感じ。あ、確かに。こんなトーンのトークいかがですか。いや、もうグーの音も出ないですよ。グーの音も出ないです。ありがとうございます。おっしゃる通りです、小沢さんの。じゃあ銀のスプーン一本差し上げます。理解してくれた人には一本差し上げます。必要ない。一回銀のスプーン使ってよし。許可もらいました。いやでもセンスってすごい、まあ人によって違うし、はい、でこれまたね不思議なもんで、センスのいい人があの人センスいいって言ったらみんながいいと思ってしまう。そう、そこで多分そこに乗っかってる自分に対する安心感なんですよ。なるほど。うん、例えば自分はこの映画面白くなかったって、僕はよく分からなかった、うん、好きじゃないっていうことをはっきり言えばいいのに、うん、世の中のみんなが面白いねって言ったら、うん、そう、あれ面白かったねってなっちゃうわけよ。でこれがセンスという言葉を作ってる根源だと僕は思ってる。はい、乗っかっちゃってるんだ。2本使っていいでしょ。ありがとうございます。信用された。ありがとうございます。俺使われない。銀のスプーン必要ないです。じゃあ漆喰の箸をプレゼントします。ありがとうございます。確かにな、そうなっちゃってますよね、映画とかも。うん、そこがすごい微妙なところで、でもやっぱりセンスがいい生き方っていうのは多分僕が思うんですよ、うん、自分の生き方を見つけてて、うん、人に左右されないっていうのが、うん、これは僕は一番センスがいいと思ってます。その通り。ありがとうございます。じゃあ手ぬぐいもプレゼントします。ここだと思うんですよ。やっぱり人の目ってみんな気になっちゃうから、人の目の気にして何かやってるっていうのは僕はもうセンスが全然いいと思わないの。うーん、自分のセンスでやってるっていう。そう、人の目を気にしてやってるのは全然センスがいいと思わなくて、うんうんうん、人に迎合したりとか、人がみんなが今流行ってるからとか、うんうんうん、これ今いいなとかっていう、ここを追い求めてる人って全然僕はセンスがいいと思わなくて、うん、はい、ファッションとかそんなに高いもんとかつけてなくても、うん、例えば古着でも何でもいいけど、うん、自分で直したりしてみてもいいんだけど、うん、キキキリンさんなんか、うん、服を自分で直して リメイクして着たりしてるわけ、うん、でそれは自分がいいと思って着てて、うん、他の人に何と思われてもいいんだと思ってるんです、うんうん、ここがやっぱり一番のセンスなんです、絶対に。わかります。見てください皆さん、私の T シャツ首全部自分でハサミで切ってます、はい、今日も切ってますね、はい、これ周りの人みんなセンス悪いって言うんですよ、うん、私はセンスがいいんです、うん、周りを気にしないで、気にしないで、俺家にある T シャツ全部首切ってるから、うん、買ったらまずハサミで首切るんだから、うん、センスいいでしょ。センスいいです。いい子だ。結局貫いてるもんだと僕は思ってて、しかも銀のハサミで切ってます。あれ、ああ、ありがとうございます。銀のスプーンの下りも滑ったんですか。あったんですか。これハサミになると違うんだよ。ハサミになると全然違うんだよ。どうやらセンスなかったみたいです。残念。そこ難しいとこでね、なんか、ね、じゃあ車を流行りのやつをバンバン変えてる人ってセンスいいんだろうか、うん、全然全然。じゃあ自分の好きな車を10年20年乗ってる人のがセンスよく見えてしまうっていう、うん、で、その古い車をただただ欲しいから買って、うん、まあ、ちょっと乗ってまたすぐ売ってしまう、はい、別にいいのよ、うん、自分がやりたいようにやればいいんだけど、うん、センスという意味になってきた時にはそれちょっとクエスチョンマーク出てくるのかなって感じはするけどね、うんうん、全員違うんだからセンス。そうなんだよね。グループ内でもあるでしょ、若い子だってあの子センスいいなとか、うん、でもそれが自分にとってそうでもない時もあるんじゃない。そう、なんか
好みで、私はすごい割とカジュアルな感じが好きなので、服装がね、うん、服装がなので、すごいフリフリしたお洋服だと、うんうん、あ、ちょっと下げてるわけじゃないんですけど、いやいや、悲しい、思ってなかったのに急にそれ言うからいろんなね、可愛らしい格好とか、うん、あるので、うん、やっぱ好みで分かれる、あのね、だから逆に若い子たちの方が自分の好きなファッションとか自分の好きなことを見つけてるような気がする。いや実はそうですよね、うん、そう、僕この30代、うん、30代の男が意外と見つけてないんですよ、うん、30代以上だね、そうですそうです、うん、意外と周りに流されて、うん、だってさ、まあ、河合くんぐらいの年ぐらいまでのギリで、はい、今年は何色が流行ります、うん、今年はこういうファッションです、うん、で冬だったら今年はダッフルコートです、うん、で、まあ、何コンブレですみたいなことを言われて俺ら育ってきてるし、うん、そこにみんながなびいてきてて、うんうん、僕もなびいてる時期ありましたよ、うん、流行ってんだったら買おうみたいな時期あって、うん、MA1 レッドウィングとかね、そう、そうで、みんながこぞって履く世代というか、うん、だから自分の好きなもんってもう分からなくなっちゃうね、それやっちゃうと、うん、でも自分の好きなものをちゃんと見つけてるっていうことが大事で、うん、今の若い子と結構多様性だから、うん、自分の好きな、そうですね、ドメスティックなファッションブランドとかを見つけて、うん、これいいって言って着てたりとか、うん、で今ってだからハイブランドもこれが流行りますとかっていうのあんまやんなくなってきてるの、今年はこれですって全部ハイブランドが一斉に一緒にしちゃうみたいのがなくなってきてて、なかなか売りづらくなってきてるんだよ、ね、だから若い子たちの方が実はセンスがいいね、俺らの方がダメなのよね、一人一人がこう着たいものをちゃんと着てるんですね、うん、若い人が、うん、流行ってるの気にする？流行りは気にしますね。あ、するのか。でもなんか今いっぱいある気がしますけどね、色とかも、あ、もう気にするんだ。で、大谷さんのブランドとかは、あ、めちゃくちゃチェックして着て、あ、持ってもいると、すごい人気で、うん、ね、サーバーが落ちちゃう、本当に買えないの？本当です。なので、なんかこうミニナに行って買えるとかではないんだ。なんかグループで展示会行くとか、うん、展示会はお仕事かぶっちゃってちょっと行けなかったんですけど、今回はね、違う、ジャンルが違うんでしょ、着るジャンルが違う、隣に座ってるけど、はい、いつもと景色が違うんですよ、カジュアルが真逆なのね、私結構真逆なタイプ。そうだよね、コンサバだもんね、コンサバコンサバティブだもんね、コンサバティブ、うん、ミニナ系ではないもんね、わからないよ、分かった、でまあこんな感じ。いやでもさ、センスがいい。じゃあ誰がいいと思う？大沢はそれぞれの思いだとして、でももうバラバラでいいと思う。センスがいい人。そうそうそう、自分が。それは生き方、音楽、食べ物、ファッション。何でもいい。トータルでいいですか？全部。もう俺はもう1秒で言えるな。マーシーなんですよ。ああ。ザ・ブルハーツ、ザ・クロマニオン。あ、よかった。多少そうだね。俺も一瞬今そっちがハッと浮かんだけど、どうしてそうかと思って、俺なんかそこ目指してんだと思って、どうやって小道具出したのか、どの時代目指してミニにタコなのかなと思って、うん、そこの時代なんですね銀のスペースさらにプレゼントちょっと待ってよ、いや本当に僕は真島さん、大沢さん大好きってもんね、だから真島さんがもうこれもう言うのもダサいけど、うん、真島さんがやってるのを見たから俺中学の時からずっと T シャツ首切ってんだもん、あ、好きすぎて、あの人が、だからあの人の見た映画、あの人の読んだ本、あの人の聞いた音楽、うん、全部真似しようと思って中学の時から全部音楽とか、それは未だに基本そうですね、お、すごいね、もう未だにあの人だから普通ブーツとかラバーソールしか履かないんだけど、うん、あの人がニューバランス履いてるのを見た日からニューバランスも履くようになったし、もう本当にでも分かります、もうそうしてきてる、もう木村さんですね。木村拓哉さんがそんな感じです。ああ、同じ。木村さんが来てたら絶対かっこいい。木村ゆうちさん。違う。ああ、キムキムニーヤン。俺はニーヤンの方じゃない。料理も、料理も。料理のニーヤンじゃなくて、うん、まあ、木村拓哉さんも料理するんですけど。ゆうちさんもかっこいいけどね。かっこいいですよ。どっちもかっこいいんですけど、うん、木村さんがやっぱ、はい、着てるやつとかは真似して買いますね。いまだに。いまだに、あ、でも今最近森鉄の方が来ちゃってますね。森田哲也の森田さらば青春の光森田ですね、木村さんに並んでんの、そうですよ、
キムタクと森哲僕の中で同じファッションリーダーですか。森哲はもうやめてくれっつってんだよ、うん、本人はやめてくれ、荷が重いっつって、ね、でもテレビで見たりとかして、あ、このファッションかっこいいなって最初に思ったのが本当木村さんなんですよ、うん、でそれ以降そういう人いなくて、まさか、それが本当に森田さんの格好は、うん、あの冗談とかじゃなくて本当に見てて、あ、かっこいいと思って、だからそれは俺森田さんのファッションはもうめちゃくちゃだからスーツでしょ、なんかスーツじゃない、スーツのイメージですもう肩落ちちゃってで、うん、森田さん森田くんの方、森田くんじゃない、森鉄の方が俺すごいと思う、はい、なぜなら、うん、木村さんはスタイリストがつけてる、あ、まあそうですね、うん、あ、確かにテレビで見てたわけでしょ、はいはいはい、くんが、はい、ただスタイリストさんが着させてる、うん、まあ木村くんが選んでるのもあると思うけど、はいはい、そことやっぱり森鉄は己だけだから、自分が着たいものを着てるわけですもん、うん、ネイティブな感性でって考えたら森鉄の方が確かに上になるな、森シフが木村さんより上なわけないでしょ、私服のセンスと河合くんの趣味としてはセンスってことだもん、文人のセンスではそういうことだよね、はい、でも服装だけですよ、その、うん、そうしとこう、もちろん、うんうん、やだよ他の部分で勝ってたら、うん、あ、そっか、でもそうっすね、髪型真似したい、森鉄のすか、うん、はしたくないですね、何が違うんだ加藤さんいるんですか、センスいい、うん、俺やっぱ本当にさっきキキキリンさんって言ったけど俺キキキリンさんなの、うちでゆうやさんじゃなくて、うちでゆうやさんじゃない、うちでゆうやさんじゃないキキキリンさんなの俺ら、まあ、かっこいい人ですけどね、かっこよかったでね、キリンさんの生き方っていうのがすごい、うん、うんうん、まあだからかっこいいかっこ悪いとかって性別関係ないですもんね、生き方、うん、本当に、うん、生き方がやっぱりかっこいいなっていう、そういう生き方したいなと思うよね、でも性別が変わってしまうとファッションの真似ができないなと思うんですよ、ね、うんうんうん、キリンさんだからファッションはじゃあ内田裕也さんでいい、違う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 、あんな黒いコート着ないしステッキ持ってないから、ね、あの杖ね、うん、怖いな、うん、います、憧れとかこの人のセンスに影響を受けてる、うんうん、誰だろう、誰がいるかな、それファッションでも生き方でもいそうだよね、こういう女優さんとかね、格好の外国人でもいいよ、外国人そうですね、でも、うん、生き方だと、うん、あの指原さんってすごい自分を持ってて、あの、いろいろ今3つグループがあったりとかで、うん、でさらに自分のプロデュースしてる、うん、あのカラコンだとか、うんうんうん、そういうのまでなんだろう、幅広く見れてる、うん、サッシーね、サッシーさんは、私あの前に長くお仕事させていただいた、うん、動物の行動学の先生なんですけど、新宅浩二先生っていう方で、うん、おじさんなんですけど、うん、もうめちゃくちゃかっこよくて、うん、生き方が、うん、ある程度の定説みたいのが世界にはあるじゃないですか、うん、世間の一般論とかに一切迎合しないんですよ、うん、しない、うん、そういう生き方をされてて、周りに流されないんだね、こういう大人に私もなりたいって思います、あ、なるほどね、ブレないってことね、ブレない、もう自分の人からどう思われるとか全く関係ない、でもそれぐらい池田さんがそういう人にやっぱ刺激もらえるってなったら、はい、絶対金のスプーン使っちゃダメ、もうやめてくれ、いや俺も絶対ですよ、ね、流されてるんだって、もう利便性とかですよね、よろしくないよな、絶対にそれは、新宅先生も銀のスプーン使ってるかもしれない、いや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 、利便性とか言ってほしくないね、だったらやっぱスタッシで言ってほしい、うん、海と、はい、あの山さんのトーク行く前に、はい、コーナー終わりそうな感じでやめてくれいやいいのよ、いいのよ、こっからだから、山本さんは、私はね、こうだから絹笠、まあ、でしょ、絹笠、はい、はい、終わりですよ鉄人、まあ、石川龍馬に変わったんです、打撃センスの方でね、打撃のトロ選手の打ち方を、まあ、左のバッターなんですけど、うん、それを今右に置き換えて今草野球やってるんですけど、打率がめちゃめちゃいい、そうなんですか、ああなるほど、こういうでもバッティングもさ、うん、センスっていうじゃん、めちゃめちゃいい、バッティングセンスっていうじゃん、すごいよね、本当その通りで。でも見て、でも人あの体に合った打ち方違うもんね。全然違う、一人ずつ。でもバッティングセンスっつっても、その根底にはさ、うん、とんでもない練習量があるでしょ。もちろんそうですよ。素晴らしい。うん、もちろんそう。うん、だけど私
はその西川龍馬の打撃センスを真似してやったらちょっと合ってたなっていうのが、うん、すごいですね、すごい分かったんで、あ、尊敬してんだ、尊敬してます以上ですね、以上ですね、はい、池田さん宛先お願いします。はい、宛先はヤルドアットマーク MES1179.com までお願いします。また番組ホームページのメールフォームでも送ることができるので、そちらもご利用ください。メールを読まれた方には金の玉ステッカーと金の玉お守りをもらえるチャンスがありますので、皆様どしどし送ってください。極楽とんぼ山本圭一です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。加藤面接。このコーナーは芸能界の狂犬極楽とんぼ加藤浩次の面接を受け、次期ヤンヤンガールズの座を獲得し、未来のタレントを夢見る女子大生を応援するコーナーです。マイスタの提供でお送りします。それでは早速今夜面接を受ける方をお呼びいたしましょう。自己紹介よろしくお願いします。はい、国学院大学法学部法律学科2年秋元美奈美です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。秋元さんは将来の夢アナウンサーということですね、うん、はい、うん、で目標とするタレントさんはスミさん、スミちゃん、スミ、レイナさん、うん、と岩田絵里奈、あら、はい、岩田お、はい、なぜ私スッキリがもうあのスッキリの番組見させていただいてて、はいはい、加藤さんの実は大ファンなんですよね。書いてありますよ、書いてんだけどさ、好きなお笑い芸人加藤浩次さん、もうこんな出演したいテレビ番組ガッチリマンデー、ガッチリマンデーに出演したいわけねえよ。なこと書いてある社長とか出る番組だいずれ、はい、一企業で起業して社長として出たいの、もあるよ、ね、それだったら待ってますよでもそっか、学生の中学校高校の時はやっぱ毎朝見てスッキリ見て、はい、そうですね、はい、それとあと、うん、ガッチリマンデーはやっぱりあの母も大好きだったので、極楽とんぼが、うん、あの母がもともと大好きだったので、マジですごい、はい、もう狂犬の頃から、あ、じゃ知ってるんだ、お母さんが好きっていう、そういうことか、まあ、そんな時代ですよ。それはもう子供は絶対に一緒に好きになりますよ ね、 でなんであの水戸ちゃんとかじゃなくて岩田なの確かにあの私モノマネが特技にモノマネ書かせていただいてるんですけど、うんうん、あのクレヨンしんちゃんとローラのモノマネを岩田アナが、ね、うん、はい、モノマネしてたのにちょっと感動してしまい、うん、そこから意外に似てんだよな本当にそっくりで、うん、はい、そこからですね。そっか、モノマネの部分アナウンスのテクニックじゃなくて、あの、アナウンスはもちろんなんですけど、アナウンサーさんなのに、ね、幅の広い、はい、モノマネもできるっていうところにね。え、それは秋元さん早く私にモノマネ触れってことですか。いうことになっちゃう、なっちゃうよね。今のマイクには、お前ら押せよと。そう、うん、早く触れよ、俺は私にモノマネってことですよね。モノマネ、これだけで、これ一個だけ？そうですね。あの、できるモノマネやってみようか。何？ドラえもん。ドラえもんね。はい、どっちの？あ、水田わさびさんの。あ、はい、今の方ね。今の方、うん、はい。どうしたの、のび太くん。またジャイアンにいじめられたの？そんなんだっけ？ジャイアン、とにかく可愛い。いや、あの、あ、秋元さんこれ逆にめちゃくちゃ面白いけどね。今のめちゃくちゃ面白かったね。正直言うと、うん、全然似てない。そうだな。本当？もう一回確かめていい？全然似てない。お願いしていい？もう一回ドラえもん。はい、うん、どうしたの、のび太くん？またジャイアンにいじめられたの？ちょっと違うと思うんだけど。でもね、ちょっと奥にいるんですよ。ちょっと奥にいるんですよね。ちょっとさ、四次元ポケットから出してみて。どこでもドア。うん、何出すかのチョイスも。バララッパパー。どこでもドア。今ね、ちょっと緊張しちゃってる、声がね、今ね、うわずっちゃいました。うわずってんのね。どこでもドアが難しいのよ。はい、他の道具出して、はい、うん、何でもガリバートンネル出して。ガリバートンネルです。はい、ガリバートンネル。パパパパパー。ガリバートンネル。超面白いじゃん。これめちゃくちゃ面白い。何これ。違うって。よく書けたな、ここに。
なんか他にはどういう言葉があるの？いやもうじゃあこんにちは、はい、僕ドラえもんですもらおうよ。それテンション高いですよ、うん、こんにちは僕ドラえもんです。違う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 全然違う。いやでもいるんでいるんですよ、どっかにいる、どっかにはいるんですけど全然違うの面白い。二部屋向こうでドラえもん歌ってるんですよ。確かにおもこれ面白いよ。すごい。いやもう今ドラえもんのモノマネする人いるんだと思ったけど、はい、やっぱり最新のやつだったな。そうですね、最新の最新バージョンだったね。面白い。すごかった。こんにちはとかやんのかと思ったらこんにちはドラえもんです。ひどかった。ずーたからな。面白かった。でも腹立ったこともあるのね。はい、最近腹立ったこと、渋谷の109の交差点前に読売巨人軍のマスコットジャビット君のぬいぐるみが落ちていたこと。はい、これはジャイアンツファンで、はい、小さい頃からあのテレビで見てて、うん、大好きなんですけど。どこ出身？いや出身は東京なんです。あ、東京、やっぱ東京か。はい。うん、はい、でそうですね、すごく腹が立ちました。拾った？いや拾わないで、なんで動画に収めました。動画に、なんでそんなことするの？落ちてました。落ちてました。拾わないと、拾、いや誰か持ち主が来た時に、うん、きっとここら辺で落としたっていうので、うん、来てまた取りに来てくれるかなって思って、うん、ちょっとその場に置いとくのがいいのか。いやいやいや、どうすればいいんですか？拾って交番持ってった方がいいでしょ。交番に持って行った方がいい、近くだしね、交差点の近く。なるほど、そうか、交番に持って行けばいいのか。ちょっとドラえもんそうか、小判に持っていけばいいのか。あ、でも今のちょっと似てる。今なんかちょっと似てたっぽいよ。なんか違うんだけど、なんだろうな、ちょっともう一部屋手前に来た感じですね。近づいてきてる。感情がないんだよ。そうそう、それだ、感情がないですよ、このドラえもんには。うん、いや、やっぱりロボットかもしれない。増してんだよ、ドラえもんよりロボットの。うん、面白いね。あ、そういうことね。好きなものが落ちてるとね、悲しいよね。あとなんかありますか、気になるのは。バレエとかもやってるんだ。クラシックバレエ、はい、うん、一応全国で、そうです、2位になって世界選手権みたいなのがあって、そこで日本代表に今選ばれて。今？いや今ではないです、中学？そうですね、中高で。すごいじゃん。その後高校はずっとバレエ留学でプロ目指してたんですけど。どこ行ってたの？オランダにあの国立のバレエ学校があったので。マジで？そこに、はい、行ってて、でその後まあ、コロナ禍で戻って。高校はじゃあずっと。そうですね、オランダにいたわけ。あ、中学3年の時から行ってて。行くんだよね、はい、トップの人は。中学校から海外にね。そうですね、小学校から行く子もいるか。小学校から短期で、はい、うん、行かせていただいておりました。あ、やっぱり行ってたんだ、はい、すごいね。なんでオランダなの？あの国の、うん、あの環境とかも合ってましたし、うん、あと施設もすごい整っていて、うん、それでもうここしかないと思って、他にもいろいろいただいてはいたんですけど、うん、絶対オランダに行きたいっていうのがあって。じゃあそのバレエ団の、はい、まあ、プリマっていうのかな、はい、を目指して頑張ってたってことだよね。そうですね、うん、はい。それでどこで日本帰ってこようと思ったの？コロナ禍で強制帰国して、うん、そういうことか。はい、レッスンがもう全然できなくて、今後どうなるんだろうってすごい見通しのつかない未曾有の状況も、世界的なパンデミックだったので、うんうんうん、でちょうどその時は高校2年生だったので、うん、大学受験してみたらっていうふうに親の提案があって、はい、うん、それで大学受験をして切り替えてという形ですね、うん、あ、そうか、はい、その時期なのか。今はもう一回海外でバレーやろうって気持ちはないの？そうですね、今それこそアナウンサーとか進路を変えてまた新たな転換、方向転換して行っていきたいなというふうに言うのが。ああ、そうか。やっぱオランダでもドラえもん受けた？いや、その時実はまだその自分のその、まあ、ポテンシャルというか、うん、まだそんなできてないドラえもんのポテンシャル、私の才能に気づいてなかったので、うん、そんなポテンシャルねえけどな。早く気づきたかったよね。そうですね、うん、あ、ポテンシャルに気づいたらいつ頃ですか？あ、それこそコロナ禍に入ってから、うん、おうち時間が増えて、うん、家族と話すようになったら、うん、なんかいけんじゃないか、いけるんじゃないか。家族に見せたんですか、聞かしたんですか？はい、なんて言ってました？あ、すっごく似てるね。一番のファンだ。いいね、ダメな。コロナ禍ね、
そうか。じゃあもうクラシックバレエはこうちょっと本気でやるのはもうちょっと置いといて、はい、アナウンサーを目指そう本気でやろうと、はい、今思ってるのはね、うん、頑張ってくださいよ。テレビで見たいもんね。確かに見たいですね。うん、でいつかガッチリマンデー出てくださいよ社長になって、はい、ね、最後に秋元さん、はい、リスナーの皆さんに一言お願いします。はい、今後もあの将来の目標に向かってドラえもんのモノマネ極めさせていただきますので応援よろしくお願いします。はい、頑張ってください。本日はありがとうございましたはい、ありがとうございました。スピードワゴン小沢和弘です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。池田優子 36! お願いしますすいませんね、初めてなんで俺が変なことしてるって言っていただきます。今夜もお酒でストレス解消させていただきます。最初はここからバインさんからいただきました。俺らみんな音絞ってるんだよ。初めてだった、初めてだった、飲みたいでしょ。やられちゃう、通りました、すいませんねお手数おかけします。今年の私のペナントレースは終わりました。長い一年が始まる池田優子さん。マイクから離れてるやつ。なんか出てる。風評出てますね。出てる、出てるな。間違ってあげちゃってましたね。あげちゃった。あげちゃった。やられちゃった。壊れちゃった。壊れちゃった。もう俺抜いてんだから、イヤホン。ひどい。ひどいな。聞こえるから、十分聞こえるから。まだまだドラフト会議がありますからね。うん。次、天然水さんからいただきました。おい、ここにいないミリニャ。私からの花がなかったって思ってるだろう。加藤さん、山本さん、小沢さん、あの並びで私の花があってもこいつだいってなるだろうが、池田優子さん。出さなかったんだ。私に期待しないでください。これ中にフミトは完全に忘れてたんだフミトも出してないのか、はい、いや出そうと思ってたんですよ、うん、見に行けないんで、うん、スケジュール的に、うん、そしたら俺20日が誕生日なんですけど、行きましたね。そう、20日に7月ぐらいに連れて、うん、自分の誕生日ワクワクしすぎて、うん、完全に忘れちゃったから、れて誕生日に、はい、ちょっと謝んないとと思ったら今日来なかったから、うんうん、大丈夫、はい、ちょっと大丈夫、花持ってこいよ、花持ってきますよ、かっこいいね、大丈夫、花持ってきます、かっこいいね、はい、手渡しっていうのはいいじゃないですか、そうですね、新しいですね、うん、花持ってきます。ラスト、病んでる犬をいただいたごちごちさんからいただきました。おい、かわいい、はい、この番組は毎年ハロウィンに、うん、出演者やスタッフはコスプレをするのが恒例だから10月28日の放送はお前もちゃんとコスプレをしてきてくださいね。池田優子さん36。え、しますよ。あ、あのみんなやってくるのがあの決まりなんですよ、うん、あ、そうなんですね。もうあの、ね、MBS 入る時からですよ。そうだよ、ここで着替えるんじゃなくて、はい、あ、いいんですか、僕コスプレっていうかハロウィン毎年やってるんで。あ、ちょうどよかった。あ、そうなんだ、ちょうどよかった。集まれる時は友達とどこも行かずに家でハロウィンパーティーするって。仮装して、仮装して、行かずに家で、はい、家でやりますね。あ、じゃあ28日は仮装して MBS 入りしてくださいね、はい、うん、去年俺アン・ハサウェイやったし。マジっすかすげえな。加藤さん去年、加藤さん去年何やったんでしたっけ。俺あれだったな、あのドクターストレンジね、うん、そうそう、俺らやっぱり世界的にやってるから、映画のね、本当にやってる、俺ドクタストレンジやった。いや、いい、最高です。スタッフさんもやるの。そうですね、スタッフさんも、コウジさんロキやりましたから。あ、そうなの。そうだよ、本当にロキあれな、うん、あ、すげえ体型全然違ったけどなでもクオリティでかかったですよね。そうのな、おっとな、はい、うん、それよかったですよ、うん、今夜の大賞はこちらです。おい、かわいい、はい、この番組は毎年ハロウィンに出演者やスタッフはコスプレをするのが恒例だから10月28日の放送はお前もちゃんとコスプレをしてこいよ、池田優子さん。来週ですよね。楽しみですね。来週ですよね、はい、大賞の病んでる犬をいただいたごちごちさんには私がデザインしたステッカーをプレゼントいたします。もう何もしなくて大丈夫ですこのまんまでいけるじゃないですか以上です。のんちゃん人形を連れてきます続いてはななかちゃんです。お、
七日のささやき。やるのね。ささやく感じだよ、うん。今夜はミリニャお姉さんに代わって七日が読むので、上手に読めなくても多めに見てください。頑張れ。ふみと兄さん、よろしくお願いします。お願いします。最初はミリナーニャさんの作品。ねえ、いっぱい振って、もっと大きく振って、私の色の、間違えました。私色のペンライト。ふみと兄さん、ささやきすぎる。ささやきすぎる。ごめんなさい、ラジオの歴史塗り替えるほどのウィスパー。さっき、ちょっと、知った。少なめでねっていうご指導をいただいて、個性だからいいよ、いっちゃういっちゃう、ウィスパーでいいね、ウィスパーでいいね、いっちゃう、うん、そういうコーナーだから、これは、OK、本来そういうコーナーですから、こういうコーナー、これはファンにはたまらないんだからいっちゃおうよ、次いっちゃう、次のやつ、ですね、ちょっとここで私のペンライトカラーが実は黄色と緑なので、うん、そうなの、よろしくお願いします。ケイって言い方、メダル色と緑、はい、はい、菜の花カラーで、美味しいよね。じゃあ次、天然水産の作品、池田さんがプレゼントした服を推しが着てくれたことを連続でポストしてたけど、マジで気持ち悪かったです。池田さんは誰推しなんですか？何言ってるか全然なんで。本当にカチャカチャカチャ、何言ってんのかな、最後のマジで気持ち悪かった。はっきりと。池田さんと、池田さんと気持ち悪かった。池田さん、池田さん、カチャカチャ、何て言われてた？私がプレゼントした服を推しが着てくれたんでのを、はい、連続でポストしたのが気持ち悪かったですってお話ですよね。はい、正解です。はっきりと気持ち悪かったです。悪口もちゃんと聞こえてるんだ、はい、はっきり聞き取れました。いいじゃない、いいじゃない、一応。はい、次、黒の2番さんの作品です。ふみと兄さん、先週このラジオでさらばさんとおしゃべりしてるのを、あ、間違えました、喋っているのも聞いて思ったんだけど、森田さんの子分みたいでしたよ。で、なんで最後で全然ないよ。間違えました。最後なんだけど。森田さんの何？あ、じゃあ、間違えましたわ。聞こえたんだけど、あとで聞こえる。先週、このラジオでさらばさんと喋っているのを聞いて、思ったんだけど、森田さんの子分みたいでしたよ。あ、子分みたいでしたよ。なんかこの、富田さんのささやき、アイドルの方に言う言葉じゃないかもしれないけど、なんかリアルにエロくないですか？確かにね。だったら OK だったら OK なんだろう、うん、でも間違えましたっていうのがよく間違えましたよく聞こえます。聞こえなくてさ、改めて聞き直して中身分かっちゃうと聞かなきゃよかったなと思って結局悪口言ってもうだから想像しよう、想像しよう、聞かないしかない、今の調子で確認なしってことですね。はい、分かりました。確認しない。ちなみに森田さんの子分なんですか？森田さんの子分です。あ、そうだったんですね。森田さんの子分では、ラスト、地球育ちの涼板さんの作品です。確認しない。山本さん、12月5日に結婚式をするそうですね。結婚式ネタ、このネタ一年前になっててすごいです。何だって？すみません。最近間違えるから、なんか分かんなくなる。結婚式まで分かったけど。後半達成したから。達成したからな。12月5日の後が達成しちゃって。富田さん。結婚式するっていうのだけ分かった。富田さん。はい。全部間違った。最高で、間違えました。最高、まあ大丈夫大丈夫、以上ですね。はい、今夜の七日はどうでしたか？はい、今週の七日大賞を発表するね。地球育ちの涼板さん、それではもう一回いきます。山本さん、12月5日に結婚式をするそうですね。結婚ネタ1年引っ張っててすごいです。あ、聞き取れた。だから本当に聞き取れると損した気がする。ちょっと言いたいことが。あ、言いたいこと、はい、はい、奥さんが、西野さんなんですか、はいはいはい、今私のマネージャーさんが元マネージャーをやっていらっしゃったそうで、はい、そうなんですか、おめでとうございます。いえいえ、よろしくお伝えください。はい、ということで、はい、今日はめちゃくちゃ緊張したんですけど、あ、ごめんなさい、飛ばしちゃいました。大賞の地球育ちの涼板さんには、池田さんがデザインした金のステッカー
めっちゃ噛んじゃう金の玉ステッカーを差し上げます、うん、じゃあ最後にもう一ささやき聞いてください。今日はめちゃくちゃ緊張したけど、メリト兄さん、真中のささやきどうでしたか？いや、いいよ、めちゃめちゃ良かったよ、めちゃめちゃ良かった、うん、はい、聞いちゃダメやろ、めちゃくちゃ良かった、分からないままの、はい、うん、ごめんなさい、めっちゃ噛んじゃいました、ちょっと癖になってます、良かったです、はい、それでは以上、しゃべしゃべです、今日はそれでは、聞いてください、 Not Equal Me でハニカミショート。極楽とんぼ山本圭一です。MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。さあ、加藤さんのお土産、おお、当選者がインド土産、あ、ね、インド土産ね、はい、両足立ちの日本人形タイプの置物と、うん、片足立ちのヨガ人形タイプ、ヨガが良かったな、当選者発表いたします、はい、ラジオネーム紫の水羊羹さんが両足立ちの日本人形タイプ、うん、はい、そして、片足立ちのヨガ人形タイプ、当選したのはラジオネーム加藤浩二めちゃめちゃイケてるさんです。すごい、はい、最近はこっから来てる、めちゃめちゃイケてる、めちゃイケない、だからかける2なんです、そうです、そうです、めっちゃイケない、ここでいいの、ここでいいの、答えが分かった、ね、はい、この二人に、はい、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、大事にしてください、はい、それでは寿司物語、それでは、いや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 、寿司職人を演じたら日本一の私山本圭一が皆さんのお寿司にまつわるエピソード寿司物語を紹介するコーナーでございます、それでは本日もメールが届いておりますので紹介しましょう。ラジオネーム犬の有馬ということですね。あれ、うん、芸人の犬の有馬、あれ前もそうですね、またあれは例題出すやつじゃん、また桜、例題じゃないです、今回は、いや、ちゃんと来ております、前も送らせました、いや違います、山本さんこんばんは、犬の有馬です、先日はケスイン小樽に呼んでいただきありがとうございました。寿司物語が危ないとのことで相方に続いて僕もメールさせていただきました。今回は危ないって情報入ってる。入ってるんですよ。これ皆さん、今回は皆さんが盛り上がるお寿司謎謎を出したいと思います。皆さんに対してですね。謎謎。問題。お寿司屋さんが得意なスポーツは何でしょうか。さあ、ただね、これ皆さん、はい。分かった方、分かった方、挙手でお願いします。はい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 、富田さんどうぞ、何かありますか、はい、はい、はい、お寿司屋さんが好きな、はい、スポーツだよね、スポーツですよね、はい、え、なんだろう、チョップ、チョップ、あー違うなー、いいですか、ちょっとこれ謎謎になってますからね、お寿司屋さんが得意、もう20秒しかないですよ、だから早く、全然わかんない、はい、全然だよね、ほんとヒント、お寿司屋さん、ヒントはもうボールを使います、ボール、ボール、ボール、わかった、はい、テニス、正解、おじゃる、ありがとう、正解はテニス、テニス正解、来週もダブルダブル最終回です。ありがとうございました、ありがとうございました、さようなら、さようなら。